川勝也は、佐賀県佐賀市出身の元プロ野球選手、野球指導者、野球解説者、佐賀北高時代に46本塁打を放ち、注目される。打撃練習では、頻繁に郊外まで打球を飛ばし、近隣の民家や商店に直撃させていたため、外野のネットをより高く立て替えさせたという逸話が残っている。三塁手、四番打者として1983年夏の、 甲子園県予選決勝に進むが、エース内山正宏を擁するトスコに、破れ甲子園には届かなかった。1983年度プロ野球ドラフト会議で、南海ホークスから3位指名を受けて入団。長距離打者として期待され、1985年に1、軍に上がる。同年8月は、指名打者、一塁主として3試合に先発、うち2試合は4番打者として起用される。 1986年は主に三塁手として18試合に先発出場。翌年は故障もあって低迷するが、1988年には8月下旬から一軍に定着、主に右翼手として起用され、大阪スタジアム最後のヒーローインタビューを受ける。球団の親会社が南海電気鉄道から大英となった1989年は、開幕から左翼手、六番打者に抜擢され、 初の規定打席に到達。同年は26本塁打を放ったが、うち3本がサヨナラ本塁打であり、パリーグ記録を樹立した。この記録は同時に、当時のプロ野球記録でもあった。あとに、ジャック・ハウエルが1993年に5本を記録し更新した。さらに同年秋のセパ東西大校では、公式戦では、達成がなかったサイクルアンダを記録し、 MVP を獲得。1989年から1991年まで3シーズン連続で20本塁打以上を放ち和製大砲として首脳陣の期待も高かった。1991年は8月までの79試合で20本塁打を放ち自己新ペースであったが、8月9日の対近鉄戦でジムトレーバーの打球にライビングキャッチを試みた際に、 左膝半月板を損傷。以降のシーズンを棒に振り、以降のシーズンでは、スタメン出場の機会が減少することになる。福岡ドーム完成時に、球団の出版物にて、福岡ドームでやりたいプレーを、場外ホームランと答えている。1994年6月に、吉田修二との交換トレードで読売ジャイアンツへ移籍。松井秀喜が唯一スタメン落ちした試合では、3番打者。 右翼手として先発出場した。この年初めて日本シリーズに出場。この西ブライオンズとの日本シリーズでは、第5戦で小形光一の満塁弾の直前の打席で10球、粘って敷居を選んだ。最終戦となった第6戦で、工藤君康からタイムリーに塁打を放ち流しましゅうの監督発の日本一に貢献した。1996年も、 主に代打として出場しが本塁打を放ち、サワンキラーとして活躍。リーグ優勝に貢献した。一軍出場なしに終わった1997年オフは、両膝の故障により、巨人から戦力外通告を受け、入団テストを経て横浜ベースターズへ移籍。1998年チームは38年ぶりのリーグ優勝、日本一に輝いたが、 岸川自身は不本意な成績に終わり、日本シリーズ開催前に、再び戦力外通告を受け、同年限りで現役を引退。引退後は、九州へ戻り、教職取得を目指して1999年に第一経済大学へ入学。午前中は通学、午後からはスポーツ ISPN で野球解説者を務めた。2001年から、 日刊スポーツ野球評論家も務め、2002年は RKB 毎日放送野球解説者を務めた。2003年、第一経済大学卒業と同時に巨人一軍打撃コーチに就任。オフの原辰則監督辞任の際、球団からは留任を要請されるが、原と共に対談した。翌2004年からは再び RKB 解説者、日刊スポーツ評論家。 プロ野球マスターズリーグでは、福岡ドンタクズに参加し、2005年にはモルツ球団に加入。同年10月、原の監督復帰を受け一軍打撃コーチに就任。就任会見では、10回のうち7回のボンダを、相手に有利になるのか、自分のチームにプラスになるようにできるかという点に、重点を置いて、打線のつながりを目指していきたいと抱負を語った。 2007年からは二軍打撃コーチとして、坂本隼と松本哲也を育てた。2013年10月3日に、球団より、来期の契約を結ばないことを通告された。2014年からは3度、RKB で解説者を務めている。2020年6月27日、巨人と新設の OB スカウトとしての契約を締結 福岡エリアの有望選手の情報を巨人に提供する役割を担う。ABCDEF プロ野球人名事典2003-180ページ、佐賀新聞グラウンドにそびえる伝説、岸川勝也ネット、98プロ野球選手写真名鑑日刊スポーツ、出版社、日刊スポーツグラフ、1998年4月18日、23ページ。 ISBN 978から48億1720万5421。岸川、野村良コーチが対談スポーツ日本2013年10月3日配信。読売巨人軍 OB スカウトとの契約締結について。読売ジャイアンツ。2020年9月19日閲覧。ありがとうございます。